私で最後でございますんで、えー、やっと帰れますのでね <laughs> もう皆さん方も、まあ、中には遅れてきたという方もあったかもしれませんけども初めて繁盛亭来て、えー、お席やなとこう思いながらあもっと楽しいとこかなとちょっとは思ったはったのと違うかなと <laughs> でももう続けて落語ばっかり聞いてるとねもう全部がこれや,のやっぱり面白かったらそっちが疲れるんですよ。 だから <laughs> やっぱりあの寄席というのは全部全員を聞いて一つの物語みたいにしてありますからね最初から面白いのは出ない <laughs> で最初に面白ないのを見といたら徐々に「あこれから始まんねやな」というのはもう分かってきますから二つ目でつまらんのがいって三つ目ぐらいで腹立つやつを出しとくわけですね。<laughs> ほ 皆さん方もう4人目ぐらいになったら帰ろうかなってこう思ってくるんですねでもやっぱり帰った後ひょっとしてもっと面白い人が出てきた時に「あ下っしもた」こう思ったらいかんから我慢しようとここまで来たわけでございますね。で私で終わりやっちゅうのを聞いて「ああやっぱあの時帰っといてよかったな」と。 これがまあ、寄席みたいなもんでね、えーあのー、私らでも、まあ、東京なんかは今まで、えー、ずっとこういう形式で言い換えれば、まあ、落語家さんが中心で漫才があ色もんと言われるのは一組ないし二組あればいいという反対に、えー、今大阪の寄席と言われてるところはあずっと漫才で間に落語が一本あれば良いというような感じでね。えー、ですからまあ 大阪の方と東京はやっぱり余生というものに対しての表現の仕方が違いますね、えー、江戸の方はやっぱり余生ああ聞きに行こうよってこういうふうに、ね、やっぱり和芸でございますからあやっぱり物語を聞いて頭の中へ想像して、えー、ああ楽しかったというような気持ちで帰りたいので必ず余生聞きに行こうよって大阪違いますもんな。 動物園と一緒やねん <laughs> うんそこへまああのー、ねええー、動物園見に行ったがで、まあ「猿大もらいで何かしおるで」って言って何にもせえたうーなんやこいつ!」「虎へ行こか」ってすぐに変わるからね <laughs>、えー、だからまああのー、我々もこうして楽こう泣こう泣こうというふうに続くような寄席ができたいうことはもうまことに幸せなことでございます。 であのまあ、見ていただいたら分かるように、まあ、落語家っていうのはあその養成所みたいなのがございませんから必ず師匠というものがあってここで弟子入りしてここで修行をするというのがもう基本的でございますね。でまあ,あの弟子入りしますと落南はまあ師匠が面倒を見てくれますから一番すごいのは師弟関係で死ぬまで我々はお金のやり取りをいたしません。 師匠は弟子からお金をもらうということは一切ないわけでございますね。ああ大変ですよ師匠になりますともう芸はただで教えないかん飯は食わさないかん酒飲まさないかんね。<laughs> もう私とこもまあ何人かおりますね今はまあ6人と孫3人9人おりますがもう最近は感じることは別にもろてもええのと違うやろうかとこう。<laughs> ねそないだってまあ あのおそれが慣れてくると当たり前やということになりますからそれはまあお中元お歳暮ぐらいはもらえますよで大したものは持ってこないんですそれはもうあのうちなんかやったらみんなもうあの350ミリのビールワンケースでよう見たら最近発泡酒のやつもおんねんねまともな持ってこいってこういうね,ねでワンケース持ってきては2ケースは飲んで帰るからね。<laughs> それむかつくなとか思いながらでもあ師匠というのはで、えー、我々は台本みたいなのがないわけでございまして全部師匠の口移しという形でお稽古をしていくわけですね師匠がしゃべったやつをずっと聞いて「はい次やって」ってこういうふうにだからもう覚えられへんかったら「やめ」ってこう言います。私の師匠であった諸角っていうのはもう亡くなりまして今年で23回忌を迎えたんですがえー、もんですね死ぬとあっちゅう間ですよ。 生きてると、「まだかいあいつ」ってこう, <laughs> こう思ったりしますけどね、えー、だからその何、まあ、て言いますか23年になりますけど私が入門した時はもう稽古を言ったらもう毎日のように落語の稽古で二回稽古と申しまして二回だけ言ってくれますからその二回聞いた後、はいやって」ってこう言う無茶ですよそんなで二回で覚えれる頭あったら落語家にはなりません。<laughs> できたらトヨタかナショナルか <laughs> まあ今やったらパナソニックへ行くわけでございますけどあでもまあそのこのままの前落語家で降りたかったら覚えんかいっちゅうなもんでねそれを覚えなければでもまああの「初学っていう人はまあ優しい部分もありますさあ何かあったら2回言うけども一軸きちっとまあ覚えて言えというようなまあ無茶はあんまり言いません。だいたいでえん,やんってい <laughs> またいしか覚えられない、ね、なんでかったら2回言うけど2回とも言うのが違うの、ね、よ。だから慣れてきたら分かることは弟子がしっかりしなければちらもらねへえー、でもまあ,あ何が一番大事かっていうのはそういうふうにやっぱり。 えー、書いたもんではなくそういうふうに覚えると頭の中へ絵を浮かべるわけでございますな絵を浮かべてそこへセリフをつけていって覚えていきますからもう何年経っても忘れないもう,う,う忘れたらありませんからな私らはまあいいことも悪いことも全て頭の中で全部覚えておいたらあずっと使えるわけでございましてもう着物なんかでももう2枚あったら十分でございますね。<laughs> もうネネタタはもうそのずっとネタを食っていけば 何回でも何回でもお客さんの前でおしゃべりができるというふうにしかしまあその時代とか背景とかいうものは自分で勉強しろっちらことは言われますねよくまあ大阪とか東京とかまあ江戸の時代まあ長屋なんかいっぱい出てまいります落語は古い時代がございますからしかしまあ江戸の長屋と上方の長屋では随分と雰囲気が違うというたそうですで。皆さん方意外と思ったのが 昔は家を借りるということになりますと畳が付いてるように思いますが本来は畳なんかはないわけでね畳も自分が持っていかな家は借りれないんですよむしろは引いてございますけど畳を持って移動するわけ畳も自分のもところがサイズというのは昔からもきちっと決まってるわけでだから皆さん方は言葉の中で江戸までやるとか京までやるとかね

その横手には必ず水道っていうのは出たがじゃそんなもんはないわけでね移動から水を汲んでくる移動か,から水汲んだかってどうすんねんってまたこれには水壺っちゅうのがなかったら生活ができない壺でも大きさが二通りあったそうです一回入りっちゅうのと二回入り一つの2とこう書いたまた二つの2と書いたどのぐらいの大きさかってよく聞かれますが一かとは一つの2でございますが 一つの荷を担いでいこうということになると天秤棒で前と後ろなかったら困るわけで一つだけやったらめることもできない。で,ですから単語2つ分これが入るだけの大きさを1かとこう言ったそうです。でそれの倍単語が4つ入る大きさを2かとこう言ったそうですね。えー、昔も今もやっぱり大は小を兼ねるってなもんで,、えー、で大阪の人間っちゅうのはちょっとでも安いもんを買いたいというのはこれはまあ人情でございまして。 こんにちは「おーおおおまはんかまあまあ、こっちはえりなんじゃお前聞くところによると引っ越しをしたそうやなそうでね私引っ越しましてねそれで降りてあんたにお頼みしたいことがおまんねん」。 頼みてないやんあの今度のうちうちななかなか勝手ねええうちでまして入ったとこが一見の通り庭にはなってまんねん。でもう突き当たりがへつゆさんになっててー今までよりももっと大きな立派なへつゆさんがデーンと座ってまんねん。でその上に3番の棚がおましてそこへ布ハン3つ並んでまんねん。でその上が天窓になっててそこでね猫、ね、ちょいちょい昼寝してまんねん。<laughs> お前何の話に来てん。いやまあこっから言わなんだら別れへしめへん、ね。 猫がネズミかなんか見つけよったんでなぱいと飛び降りた拍子に一番端に座ったあったらほて屋の方ボン蹴ったんだほて屋ん蹴られたもんやさかい真ん中にさして「よいよよよよよってこう寄ってきあったん。な真ん中にいたあったホて屋んがて端から寄られたもんやさかいつきあいせなんだら悪いって言えなもんで同じように「よよよよよってこう寄ってきやって。 この一番端に座っ,てあったほていやもう二人が寄っての自分が寄るなんてもっとつき合い悪いと思って同じように「えええええとこう寄ってきやったけど今度は何もない世界下へドーンと落ちたんやん。ややこしいものの様いよすな。 つまり猫がほて焼き落としたんがそうでが猫がほて焼き落としたん表紙の割下に水壺が置いたってその壺の上へ落ちたもんやから壺が割れて水がずーっと流れ出た「おいかかえらいことした壺が割れた」ってこう言うたら「まあ引っ越しそうそうなんちゅうんの悪いこと言いなはねんと違います」。だって どう,ですうちのかかええこと言うよりましたろ、われたんと違う増えたとええー、いいこと言うりまんねん。やっぱりもっとおましてるだけ、もうそんなアホなこと言うんやないかな。いやほんまですよ、いやほんまかどうかしないどそんなもんお前自慢するこっちゃあらへんがな。でうちのかかが言うのには、われたん幸いというわけやないけど、今まで一回の壺で不便やった。これを日に一つ倍の二回りに変えたいってこないよりまんねん。よーし、おれがいてこうてきたらって、あんたあかん。 「あんたという人は安い品ン冷言うて卓を買うてくる不思議な人やとすごい持っていくと徳さんああんたあんたあら人間が悪うがしっこいとこ持ってきて買い物が上手あれうまいことおだてていてもらえっちゅので来てんけどいてくれるか?」。<laughs> お前今何言うたやんや。 のかよ「いやいやあのなわいは買い物が下手やと」とそこへ持っていくと徳さん「いや、お前は買い物が上手あら人間が悪賢いとこへ持ってて買い物が上手やあれも迷子とおだってていてもらえってわしが今っけあいやう,う,うちの賀が言うてた本人の前で言うな言うてるやねしもたいやそんなあごなこと言うとんな。 しかしまあお前何を言われても腹が立たんちゅうのは不思議でしゃあねええー、よし、行ってやるわおい、ちょっとこの男についてな瀬戸門町まであ,あ壺買りに行てくれよってねああ、いやいやいや、そうかいやあいつが来たらちょっとまたしていてくれたらうん、すぐに戻るよってねんちゅてなおい、お前そこに置いてあるな大子と名は持ちえいや、大子と名は持って行けちゅうねんこ,こんなもん持って行ってどうすんねどうするってお前向こう行って、ね、壺に居のうてかえんね いやそんなことをせんかって向こういたら壺運んでくれるお前そんなこと言うてる境に買い物が下手やとこう言われんにゃなでもかまえんにゃ持って出ああそうならまあ持って出るわしかしなな,なんでなあのお忙しいのにわざわざあのお付き合いしていただいてえらいすんまえんなもう出てから便ちゃら言わえてめえんにゃ <laughs> しかしまあ,あの聞くところによると人間には買い物の上手下手があるそうでそれはそうやん昔からまあ買い物の上手なやつは買い物天狗って自慢してるなへえ天狗って自慢してるかどうしてんねんまあ一番大事なことは商人に足元を見られんこっちゃな商人、はあ、に足元を見られたらあかんのそれはそうやねんい例えばでえ えー、わしとお前がこれから、まあ、座間の前の古手え紋付きの羽織を一枚買いに行くとするがないやいやこ,これからあの瀬戸紋町へ都合買いに行くねんいやいや、まあ、そらそやけどもやな、まあ、借りに行くとすんねやあまあさ日明かしぐらいやったやけどこうてた税に足らんように思うけどどない言うたんやねん借りの話やんああ足らなんだ貸してくれんのか?」。 どたとえあない,う、まあ、たあのいや,た例え話やあ,あたとえばなお前もんつきの羽織が欲しいんやったらどないうていくいどないうていくいでもんつきの羽織見してとそれが間違いやんなんで言うにお前もんつきの羽織買いに行ってんのにもんつきの羽織はなんだらもんつきの羽織が出てけんがなえ、ね、えこいし物のいをすんじゃないそこへでシナモン、ガラモンでも買うような顔をして入っていく、ええ、出てきたシナモンにまず傷をつけるな 破っていや「違うがん口でやおいかみつくの」。どない言うてにけケチをつけんねやないかい、えー。ほらどうもしまがらがぼやけてるとか裏の模様がもう一つやどっちみちまあ仕立て直しもせんならん。えー、というて、まあ、気に入ったもんがないさかいてこのまま帰るわけにもいかずな。よしついでや。 ん付きの羽織でも見せてもらおうかと」とここで「ついで」という言葉をあえてバンと一かしておくんやな、えー、出てきたん付きの羽織あー雪丈もぴったり裏の模様も面白いあー気に入ったご縁なんぼやってなこと言うたら「あこれらんごら気に入ったあな」ちなもんでご縁の品物でも6円7円とねえ釣り上げてきおるやろそこやでへーなあどっちみちこれ下手直しのせんならんし裏の模様ももう一つや安かったら顔がなんぼやな とこう言ったらああこら気に入ってえなちゅうなもんで5円の品物でもああ4円3円50銭とね下げてきよるそこでなあ3円で買おうかとここでねお決めといて初めて気がついて、ね、ああこれえたんうちのもんと違うわ問題にもう1円引いといてとこう言うてみこれで上下5円違うやろ分かったかえっいや分かったかっちゅうにへえー、分かったがえらいもんやな あのー、縛柄がぼやけてる裏の模様が気にならんもんが違うっていう具縁も違うのお前、ほんまに分かったんかい、それ。分かったっちゅうにねなおそうか、なんやかんや言うてる間に瀬戸門町まで来たえらいもんや、両脇ザーっと瀬戸門やばっかり興味な瀬戸門町で揃わんもんはないっちゅうぐらい何でもさろうなこのへん何でも揃うかそりゃそりゃ、興味瀬戸門の枕まであるぐらいやへえ ししかしまああれは具合悪いな。何が瀬戸門の布団。あんなんで寝たら体冷やるな。そんなもんあるかよ。いや、そうかってお前何でもある。何でもあるだ。お前ちょっと考えたわ分かるやろ。あ,なあのあ、あれも具合悪い。どれ瀬戸門の塵りはたき。あれでお前掃除したらバラらばらの夜で。いや あ違うな、あ、あ違ううがな,な、なな、もいお前とあんまり、向こう見てみやの,あの棚のとこにあの、恵比寿さんと大黒さんと2人並んでこう座ってるやろこう、額のとこもう、ニクッと割れたとこなんかまるで生きてるようなあ今にも物言いそうなつまりお前技術が進んだとこない言うてん,んやないかい。ああなるほどお前はあの、その棚に乗ってる恵比寿大黒がようで出てってるように思うかしらけど俺は違うな。 かお前はあのこっちののれんから首出してるあの出っちの方がよう出けてるように思う、まあ、あの鼻垂らしたとこなんか生きてるようなあら生きてんのやねんけ <laughs> 物でもいいそうな弱いでかおう,おうこれもなんかのええやおい入るだけんな気ぃつけよいや足元見られんよなおごめんおうじゃ えー、まあ終わり、まあ終わりいやまあそのは大人にしてもらうほどのかいもんやないにゃああちょっと水つぼみしてもらおうがいいなと思ってああ、さいでございますかよな、えー、こちらに並んでおりますのが二階りでそちらにありますのが一階入りとこうなっておりますあなるほどおい、こっち入ってこいえー、ここに並んであるやろ、おつぼがうんおい、こっち入ってこおいこ、こっち入ってこおい、ここっち入っな、なんしん、ね、そんなとこ、つくぼって裾が引きずってるやねんけなに 足元見られんように <laughs> 誰がそんな足元見んな、ね、おやなこっち入ってこいっちゅうねこっちはおかしな愛さんせいでねえねや <laughs> こんなとこでこの壺やでえこの壺やあこ、この壺かこれこれは具合が悪いな何がえい,い,いやここら具合が悪いがな生意気にどうやどうや言ってお前見てみいなこの壺がもうもういいい入り口がないからそこ抜けたある 伏せたあっ <laughs> 伏せてんのか見たわからんかお前、ま、情けないなど,どうやにこれや,やっぱり具合が悪いなんでなんでってお前見てみなこ,こ,このツボお前し,しまががぼやけてあるがなあおツボに島柄はないやんう裏の模様裏の模様もないってもんが違うどう <laughs> そっちきゃあう いやあの店先で喧嘩せんようにいや喧嘩してるわけやないけどこいつがあんまりアホなこと言うさかいやいやいやワイが買うねんワイに売ってんかあすまんけどそこに置いてあるのはあああの一回の壺これなんぼや。いいもうなんぼがんぼとおっしゃいましてもうのきなんせ軒並み同商売でおまして朝ない残っておまして暗算型残っておまして、まあ、せいぜい勉強してうんと安いしてどーんと負けたところが、まあ、3円50銭が一文もまかりまへんのでああなるほど。 おーいや軒並み同商売やよってに朝飽きないのこっちやよってに安さん方のこっちやよってにせいぜい勉強してうんてやつしてどーんと負けたところは3円50銭が一万もまからんとこういうことかひひ <laughs> ええー、そういうことってなこれがやでお前軒並み同商売やのうてやで朝飽きないやのうて杏さん方のこっちゃのうてでせいぜい勉強せんとうーんとやせんとどーんと負けなんだらなんぼやねん。ええー、いや ちょとー3円50銭お前ごっちゃうかな <laughs> しかしんまいもんやな商売人ちなそうしてトン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 と言われるとなんじゃ安なったんかいなと思ってこうてしまうがないや実はな今日はこいつの嫁はに頼まれてあんたは買い物が上とかなんとかでおだてられてきてんねゃ。まさかひいでいでこうて帰るちゅうわけにげんねその3円50銭の50銭を半端取って3円ちょうどちゅうことにしていてくれるかいやそら 本当につらいんでいやっぱつらいの分かったるなお前とかはひもんとか割れもんが出ていろいろと大変やと言う分かったるけどこ、うん、いつの顔を耐いやそれかいな向こう見ていやあ,あいもん持ってきたねいやお前とこに運ばってな手間取らせんやねんけいや二人で二のお手がやるこの手間省くだけでもや,やろだからもう三円ちょうどっちことにしといてなあ頼むわなあおいなあ、えー、いやまあそりゃ言われましたらもうおまけせんわけには負けてくれるか そこなんとかもうそのいやらしいものの様子ね <laughs> それが後々っていうことがあるいやこれからわしら帰るやろああ近所、親戚、友達もうこれから瀬戸門町へ来るって言ったら他の店やらせんでお前とこ一ってんばりやうそつっかい必ずうちの近所の連中はみんなお前とこの店へ行かすああこれだけは保証するよってにそれが3円ちょうどちゅうことに一人で頼むなおい、なおい、なあ,い,なあううういや、まあそこまで言われましたらもう おままけけといいうわけに、ええ、いや、まあ、奥へ知れましたらまあ、怒られたりしますがな今日は私の差配でならまあ三円ちょうどちゅうことにさしていただきますんでおい一回のつもりの手帰れるようにんだりしてくれるかならば、ま、三、あ、円ということで分かったはるおい金だしええ、ごちゃごちゃ祝い,いでみんねはいならここへ置いとくでありがとうさんでおい肩入れえがいくで」。 よっとへと、あ、明日が歩いていけ、うん。いけねえな、やっぱり買い物中な、お前がいててくれただけでも。もうやっぱり五十銭が安になっただけでも、うちのおかが喜んでくれ、よ、よ。あ、あ、おいおい、おい、ね<え>。あ、あ、こら、声悪い。何がいい。何がって、うちのおかが二回りが欲しい言うてたやんこの壺一回入りやないか。分かったろう、黙ってき。 黙って聞いいってお前こんなもん持って帰ったらまたうちのかかとケンカせんならんかなケンカすんのはええねえで負けるさかいえねえほらほらこと言わへんでもわそのうちなこの1階の壺が2階の壺に変わんねやえっ何かこの壺風に当たった膨れんの <laughs> なんでやねえ次の風左に曲がれもう一つ曲がれぐるっと曲がれそんなことした元のセットもにそれで逃よ下ろせごめん 何度お,お忘れもんであお忘れもんでっちゅうとこ見ると顔覚えてるない覚えるもん覚えんもんあんた今壺買うて帰っていただいたとこでお回していやそれやったらよかったやんいやいや、まあ、そこまでいたところがなこいつがまあ2階の壺が欲しかったとこんなこと言うにはのっけにこいつ言いやえへ、え、んのにお前は初めからいらんこと言われてみえに。で言うたらまあ2階の壺が欲しいねんけどな。 ああ、最大はかへーーかえ回りえ、お値段お値段の方はもう一回の倍っていうことになっておりましてえー、っと一回りが3円50銭でしたか倍の7あっあれ3円でお願いしたんでかこの倍の6あ、もうなあたそれやったら1円からおまけせんなりまへんがな、まあ、1円やったら1円っちゅうことにしといてくれたらええねんけええあとあとっちゅうことがあるやろ。 本当に恐れ入りましたあんさんの買い物上手なんはへえへならまあ今日のところは6円ということにさしていただいて「おいすまんがなあ今度2階の壺に乗って帰れるように段取りしてくれるか」え。えれからこの1階の壺やねんけどないやもうて帰ってもいいねんけど2階にがあったらいらんこっちゃろうできたらこれあの下に取ってほしいねんけど。いいええもう少々残ってたら損しても構えんで。 5んかけるよなんてもうそこへ持ってきあっただけですがからもう傷さえなかったら元値の3円で引き取らしてもらいます」あう。ああうさっきあの金で3円渡したったな、えー、もうバタバタしておりましてまだしまわんとここへ置いたままでということは金の3円壺の3円合わせて6円あの2階の壺を持って帰ってい,いな。えへへそういうこと言ってんな、うん、さあ肩入れよあゆっくりうん おいよ、本人買い物に上手へたいらんこと言わへんで黙っていたらいいみへえうまあ、い,いこといくもんいらんこと言わんと黙って生きてそうかておってわか,か,かるのあれわかいらんこといいなてお客さんちょっとお戻りを <laughs> お客さんちょっとお戻りあのちょっとおかお感情がこれ見えよめイエー 分からんけど向こうも不思議やおかしいとこ思いよってねえけ、ー、えしゃあないかな今そ、まあ、ら戻ったらなんだら戻れ戻れなんやなあれ、えー、スマンこってあのちょっとあの感情の方がおそろいかん金のことはきっちりせないかんどないやっちゅうねえー。実はあの坪6円になっとりましてわかったろういやあのお金が3円しかお前へんのでいや金で3円やんねやろ、えー でお前あの1階の壺を3円で下に取ったんと違うのかいあれがあったんくるっと忘れとりますのであいつまんこっていやわかりゃそれでさあ肩入れよっあ行きうんうっうはははは笑いなってくうんいやお相手もわかるなあのバンド若いるもういらんこといいなっちゅうねお客さんちょっと戻りを <laughs> あのお感情が。 こ俺ビンマにも。いやバンカー分からんけど、お前がわるわけね、おかしいと思うよ。てんねんけ。ええー。なに?。走って逃げようか?アホ。そんなもん、お前逃げられるけ。余計お,おかしいと思われるが。じゃね、戻れ戻れ。あ、なんやな。あ、の、お勘定が。おい、元帥、おめ、感情が、感情があって。周りの他の客がおかしいな顔するやねんけ。いや、あのお送りにならんよ。いや、あの。 『実はその壺6円でね』なべんも言わんかて分かったるもん金が3円しかお前んねんお前な一んそろばん持ちえそろばん持ちっちゅうねえこれぐらいの計算それが分からんねやろな。分かるようにしたるさけそろばん持ってっちゅうねも持たんかい!」そ大きな顔すぐすぐ,すぐすぐすぐに持ちま,え持ちました。 すごいお前金で3円入れんかいええー、これはもう間違いお前にここに置いてまた直さんと置いたままでしたがえここへ入れましたそこへ壺の3円入れんかい <laughs> ここいらがちょっとええ腰やに、ね、お前はね <laughs> 何が英語しに、ね、お前あれ3円で下に取るっちゅうたんと違うかいあれお前3円で下に取らんいやいや取らんことはお前に取んのんかいええー、入れんかいええー 入れました何本になってん ?6 円 <laughs>、うん。あれお前持って帰っていいやろう。要するにあんまええことないように思いまんえ <laughs> ちょ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 っと待ってこない,いこれねあんまりあんまり難しい方の計算と違いまん簡単な計算ちょっとちょちょっと待ってこくの私は今自分でやってみましたかえへえと金の3円これはもう間違いないねここん。い

いや、いや、分かってます。いやいや、いやななな、何が違うんやろうな、これ。えー、あ、いやいや、今やっておりますけど、いやいや、いいな、また、また、また、今、あの混乱してるだけでね。これ落ち着いたらすぐにも、もう、今、あの、ちょっとき、りがかかってるようなもんで、これこ晴れたら、シしゅ、しシャゅ、しと今ね、えー、えーっと、金の三円とこ。あの。 大きいソロバンと変えてくれるか <laughs> あもうちっちゃいのでは霧が晴れへんわこらもうなるべく大きいのでも金金のさいいんでこのそれとあおいサスケはん班はどこいたたんやんえ浜へ煮出しにどんならんなこういう時に出てもらわんたらあの人うちで一番そろばんが達しちいえけどな <laughs> 今分かったらすぐにやっておりますけどな金金3いえな何です 完璧「いえもう璧暦はどちらさん?」で聞いていたいだいた方らお値段は一緒。い,いや今ちょっと他のお客さんと、まあ、話してっただけでいえいえもうそれはもああんたのことを一番にやらしてもってますかえちょっちょっちょっと待ってくれんな,な。えーっと金の3円はもう、ま、ええー、何です完還もうやっぱり完璧がなら3円か。<laughs> ええああすめも今日還暦売れしまへんわもう。ええこうしとき誰や完璧出したん それじじあれ本当にピーとけんまにも腹の立ついやいやもう,もう今一番にやっとるまんね早んはようせんかい」って言われたかって今かれおい誰と奥行って親んさん呼んできてもう、表で店で番頭一人で扱いかれてる事件が起きてます」ちつって,って <laughs> すぐに来てもらいや何を言うとんねんお前わずか3円と3円の計算ができへんのかい いや、できへんのかいで、ね、一生懸命やってまんがそれをいや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 、いやったからいいなのさかいもだんだん脈が早うなってきたがな誰と神戸の親へ電話してくれ番頭も名んない何を言うとんねお前3円と三円がでけんいや、でけんかいで、ね、終わるじゃあいいしてるけどこの金は分かってまんねけどこの壺が分かりまえね教えたのかへえそれがこっちの思う壺っちゅうね